ストーンズ森本慎太郎、幼馴染の、とある提案、でしでかす初 GP 帯単独主演ドラマ、街並みテラスやつら、今夜スタート。6人組グループ、ストーンズの森本慎太郎が主演を務める、日本テレビ系荒土ドラ10、街並みテラスやつら、毎週土曜午10時から、は、今日27日からスタートする。それに先立って、場面写真とあらすじが公開された。 今作は、錆びれたシャッター商店街で経営ギリギリの景気や、恋の実を営む店主たけの正義、森本が、仲間のため、町のために巻き起こすヒューマンエンターテインメント。大切な店と家族を守るため、悪事に手を染めてしまうところから、ドラマは予期せぬ方向に向かう。 父から受け継いだケーキ店、恋の実を何としてでも守りたい正義は、幼馴染みの荒木大地、浜野健太から、とある提案を持ちかけられる。うまくいけば、借金を返せる。正義は、ダメなことだと分かっていても、店を守るために荒木の誘いに乗る。 早速荒木がスケッを呼んでくるが、集まったのは荒木が営むビリヤード場の常連客でチャラい若者、春、曽田ソタリ間崎、スケ、萩原守、果たして計画はうまくいくのか